はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルアナウスとの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。えー、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます、えー。今日やっていくのはですね、日本だけ暴落、売られる理由はこれかということで話をしていきたいというふうに思っております。えー、これ何かというと、日本株だけやったらこう売られている理由っていうのがね、きっとこれがあるんじゃないかなっていう話をしていきたいというふうに思っておりますので、えー、詳しくはですね、第2章のパートをご覧いただければというふうに思っております。で、今後の質の売買戦略は、冷やしの一目均衡表を使って やってみてみいいきたということで、私のチャンネルではこういった最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、チャートの分析、ニュースの分析を必ず毎朝7時半に動画で投稿しております。え皆さんの朝の株を考えるチャートを見る、そんな習慣になれるように頑張っておりますので、えぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 では、昨日の振り返りからやっていきたいと思います。まずは日経平均株価ですが、マイナスの591.83、2.03%のマイナスということで、まあ、窓を開けてね、また、まあ、600円近く下がる。2日間で1200円近く下がってますからね、まあ、かなりもう暴落というふうに言ってもいいんではないかなというふうには思っております。共同ランキングを見ていただくとですね、ソフトバンクグループだけは逆効高だったんですが、やはり主力ところはみんな下げているといった感じですね。はい。で、コロナの新規感染者数を確認しておきましょう。東京都843、大阪1200 142兵庫の563全国が5291いやーさすがに多いですね。そろそろ緊急事態宣言が出てくるかもしれません。えっとピックス行きましょう。マイナスの38.071.98%のマイナスということでこちらもかなり大きな下げになりました。まあ、ただ、日経平均の方が下げているというのがね現状かなというふうには思います。 はい。で、昨日に関しては、さすがに日銀買いが入っていたみたいです。なんかあんまり5番もね、下げ止まらなかった感じなので、日銀買い2%超えても入ってないんじゃないかみたいなことも噂になりましたけども、さすがに701億円分は入っていたということで、さすがにちょっとだけね、安心感があるのかなというふうに思いますね。 マザーズ行きましょう。マイナスの40.56、3.26%のマイナスということで、マザーズの下げが非常に大きかったですね。まあ、一気にこう、まあ短期的にはぐっとね、なんとか上げてきたっていうところだったので、まあ一気にまた下げているっていうのがね、なのかなというふうに思います。はい。キヨランキング見ていただいてもですね、やっぱり主力どころ、まネ、あ、イ、ね、フォワードもね、ちょっと下げてしまったと。で、ベース、メルカリ、フリー、プレイド、ウェルスナビ、ヘンゲ、まあ本当に知ってる会社がみんなこっちに入ってるような、そんな印象なのかなというふうには思っております。では、ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨーク ニュダウン、プラスの315.990.93%のプラスということになりました。まあ、1日でなんとか反発してくれたアメリカ株は強かったっていう感じですね。5日線も超えてきているといった感じです。えー、ニューヨークダウン、ヒートマップ見ていただいてもですね、まあ、ほぼほぼ全面的に上がってますよね。えー、なので、まあ、日本がね、あれだけ食らったのになんでアメリカ株こんなすぐ戻っちゃうんだよ、みたいなね。まあ、そんな感じかなと思います。えー、3度見てましょう。プラスの38.480.93%のプラスというふうになりました。こちらも5日線を復帰しております。なかなか強いですね。 そして、ナスダックですね。ナスダックが150.74ポイントのプラス1.09%のプラスということで、まあ、昨日の下げをほぼ取り戻すような形。ただ、まだ若干5日線に届いていない感じ、あとは上昇チャンネルラインに届いていない感じなので、まあ、形的にはナスダックがね、やはり一番重いかなという感じではありますが、しっかりと戻しているという印象かなと思います。主要名から見ていただくとですね、決算を超えたのかな。ネットフリックスだけがちょっとね、この視聴者数の伸びで、が鈍化しているというところで下げているといった感じですけども、 ま、比較的堅調な株が多いのかなというふうに思います。金融関連もしっかり上がってますね。で、これを踏まえた、こう、あ、為替コモディティ見ておくとですね、まず c m e の日経先物を見ると、さすがに今日はね、371円、反発ということですが、まだ昨日の下落分もね、取り戻せないぐらいの反発ですから、まだ油断してはいけないかなといった感じですかね。で、原油が少し下がってきた。金は少し上がっている。で、ビックスはさすがにちょっと落ち着いてきたということですね。で、金利に関しては若干下がっているという感じです。で、小型株もソックスも戻して、 今日の日の本株については、ね、一旦はは戻してくるんではない、かなというふうには見ております、はい、では行きましょう。日本株がやたらと売られている理由の一つは、まるまるの件があるんではないか、4文字ですね。皆さん、何だと思いますかというところなんですが、まずこちらをご覧ください。これはね、アメリカ株と日本株のパフォーマンスはなぜ違うというところなんですが、え昨日ね、9時時点ですので、ニューヨークダウンの昨夜の上げはまだ取れてないんですけども、日経平均とダウ で見ると、かなりですね、直近もうここ数日は特にですよね。まあ、この辺から差がかなり出てきてるんですが、アメリカ株のパフォーマンスが高いのにも関わらず、日本株はついていけず、しかも日本株だけ暴落したっていうね、そんな感じですよね。なかなかやっぱ違いが鮮明ですよね、というところなんですが、やはり一番の違いはですね、まずね、コロナのね、感染者数が増えてるか減ってるかっていうところが、まあちょっと違うのかなというふうには見ております。まあご承知の通りですね、コロナの感染者数っていうのが、まあこれも第4波になるんですかね。えー、ものすごい勢いで全国で 増えていいるととうことです、まあ、ただね、これは世界全体で見ても同じような流れが続いているんですよね。で、アメリカで見てもですね、まあ実は少しだけこう上昇傾向にある。これ青い線なんですね。このひたすらね、右上にこう上がっているインドの、まあ、感染者数がひたすら気になりますけども、まあ、ひとまず赤い青い線を見ていただいて、で、この青い線のグーっていうのがね、まあ実は上昇傾向にあるってところですね。だからアメリカも感染者数は増えているんだっていうところだけは押さえておいていただきたいかなと思います。で、まあただアメリカに関してはですね、やっぱりワクチン接種 非常に進んでいるわけですよね非常にこう打っている人数の人も多いですし、まあ、国地域別人口100人当たりの累計接種回数で見てもですねやはりまあ米国は、ね、63.7というところで非常に大きいということになっています一方で日本はと言いますと、まあ、このグラフで見ると下から2番目で219万人しかまだ打っていない万回しか打っていないということですし100人当たりの累計接種回数は1.7ということなので、まあ、他の国との違いがかなりもう鮮明に、ね、出ているというところが 言えるのかなと思いますで、実際、ワクチン接種はね、いつ接種できるのかっていうのはね、かなり問題になるのかなというふうには思うんですが、今現状はですね、このアンサーナビみたいな感じのこれ、えー、ホームページなんで皆さんもぜひ見てみていただきたいんですけども、今、ね、4月12日から高齢者への優先接種が開始されましたよって、ここの段階ですね。で、ここからこっちに行くんですけども、 で、今打てるようになったのは、ファイザーのワクチンですね。ファイザーのワクチンが承認されて、まあ医療従事者を経て、高齢者向けのワクチン配布を開始されてえ、高齢者への優先接種が開始になったという感じです。で、ここからこう聞いて、で、5月にはアストラカゼネカとモデルナのワクチンが承認されるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、で、6月末までに高齢者ワクチン2回分の配布が完了し、で、夏以降にようやく16歳以上の一般の方への接種が開始になるということですね。まあ結構遅いですけども、あの、この 要はワクチンがですねひたすら遅れているっていうのがまあ一番の理由なんではないかっていうふうには思っております。で、えさらにですね ここですね。今、現状のワクチン受給は世界的に逼迫していて、受給が遅れが出ている EU では、異義外のワクチンの輸出に事前申告と許可の取得の義務をつけましたということですね。で、ファイザー製のワクチンには、まあ、この供給、まあ、これぐらいの供給があるよっていう予定があるんですけども、このスケジュールは EU が輸出を承認することが前提となりますということで、まあ、もしも EU の方でワクチンが足りなくなりそうであれば、それはですね、承認が受けられない可能性がある、さらにまた遅れてくる可能性があるということですね。まあこの辺 ちょっと頭の中に置いておいてくださいで、加えてですね、今ね、このような形で、まあ、全体分の国民のね、まあぜ、全員分の2回打つっていう接種をね、回数を確保しなければいけないというところなんですけども、今のところファイザーが1億4400万回分、で、アストラゼネカが1億2000万回分。 ですね。で、モデルナが5000万回分ということで、まあ全部が全部ね、そのまま全くこう無駄なく使えるってわけではないので、まあ、ちょっと多めに見てですね、2億本以上はまあ必要であるということなんですよね。えー、なんですけども、ここに来てですね、ちょっと問題が起きているのがアストラゼネカのワクチンなんですね。アストラゼネカのワクチン、デンマークがアストラ製ワクチン接種を完全中止欧州発ということになっています。 で、アストラゼネカワクチンなんですけども、まあ、このね、デンマークで、こう、なぜ、中心になったのかということなんですが、14万人以上がアストラゼネカ製ワクチンを接種し、これに関連して血栓症を発症したのが2人で、うち1人が死亡したということで、この血栓症を発症するというね、副作用ですよね。この辺の効果が、なんか他のものに比べて非常に高かったというところで、欧州の中ではですね、結構10カ国以上で接種を一時停止していたんですよね。まあ、この辺がワクチンの遅れに非常にこう、 提供しているというところはぜひ押さえておいてください。 はい。アストラゼネカのね、ワクチンなんですけども、効果もですね、若干他のものに比べて低いんですよね。えー、このワクチンの大規模な臨床試験の最新結果に関する新たな分析を発表し、76%の発症予防効果が見解を示したということですね。これは3月25日時点ですけども、アストラゼネカ製のワクチンは有効性76%に対し、アメリカのファイザーとかビオンテックとかモデルナのワクチンというのは95%の有効性が確認されているということなんですね。で、実際ヨーロッパの方では、 アストラゼネカのワクチンを打ってもで、すすねね感染のの予防率いいいうのが大体6割前後ぐらいらしいんで,す、ね、で今の感染ペースを考えると、もしかしたらアストラゼネカに頼っているだけでは、もしかしたら感染が収まらないかもしれないというところですね。で、加えてアストラゼネカ製のワクチンがあまりに効かないとか、血栓症が見つかるっていうことになれば、で、しかもそれが高齢者がちょっと危険だっていうことになればですよ。え、日本の中でアストラゼネカ製のワクチンで使えないんじゃないみたいな話が、もしかしたら起こるかもしれない。で、もしかしたら起こるかもしれないっていうことを、 やっぱり外国人投資家とかは結構君にこう反応したりするので、まあ、そこでですね。外国人が売っているんじゃないかみたいなことが結構。昨日あの報道でちょっと目にしたので、まあ、ここですとちょっとね。深掘りしてみてる感じになっております。で、実際にまあこういうのもね。もちろんね。把握してる部分があって、まあ、それがあって日米首脳会談というものが行われたっていうじゃないかっていう話もあります。それはまあ、やっぱりファイザー製のワクチンをですね。追加供給を要請するっていうのがねまあ。もう一つのあの階段の目的だったわけですね。で、国内のワクチン供給について。 9月末までには1億回分の約5000万人分を追加で確保できるということですね。なんでまあアストラゼネカ製のワクチンがですね多少供給が遅れたりとか効果がね少し薄かったとしてもこのファイザー製のワクチンを5000万回分、えー、1億回分かごめんなさい5000万人分を確保できればですねまあ、だいぶそのコロナの鎮静化の可能性はかなり高まるんじゃないかというふうに言われております。ただまたここもここに来てですねまあ、本当にワクチン来るのかということで、えー、菅首相の直交渉直電話 交渉ですねファイザーワクチン追加供給は口約束合意書なしと厚労省ということでまあなんかね本当に大丈夫みたいな、えー、そういうニュースもね結構出てるんですよねやっぱりこのアストラゼネカとファイザーのワクチンのまあそれが、えー、どれぐらい入ってくるのかによってですね、えー、こののコロナの 今後のですね、まあ、進展が変わってくるんじゃないか。で、やっぱりこのコロナのワクチンが予定通りに入ってこないんであれば、やっぱり感染が広がるが抑えられない、抑えられないし、それがですね、どうしても、ま、重荷になるんじゃないかっていうところはですね、やっぱ世界中のね、海外投資家は長期的にかなりね、ものを考えて投資をしてきますから、まあ、そういった資金が今ね、ちょっと逃げているんじゃないかっていうふうには、 思います。はい。で、さらにですね、まあ日本の場合にはかなりね、えー、まあ法律も厳しいですから、ワクチンが来たとしてもね、進むのか打つのかっていうところですね。で、僕が住んでいる江東区の中でワクチン接種、まあ、まあ、もしも僕が高齢者だとしたらですよ、できるのかっていうところを見てもですね、これコロナワクチンナビっていうところで見たんですが、まあ、医療機関接種会場が見つかりませんというふうに出るので、まあ今のところ江東区ではきっと打てないんだろうなっていうことがわかるかと思います。なので、まあこれはですね、あの、日本は結構厳しいというふうには言われてますね。 誰が打てるかっていうのを厳格に決めようというふうなのがしすぎていて、まあ本当は打つ力、打つ、まあ能力、打つ、ね、打てるような人がですね、コロナワクチンはちょっと打てないんじゃないか。そうすると結局、いくらワクチンがいっぱい来てもですね、それを、まあ打ちたくても打てる場所がないっていうのはね、結構起こり得ることなんじゃないかなと。今アメリカとかヨーロッパとかで、まあ結構ね、 その薬局とかで打てるっていう風になってると思うんですけど、そういったものも多分日本は、まあ本当に医療機関とかだけで打てるみたいな安心感を求めるみたいなところはね、結構あるので、まあそこはですね、規制緩和をしてうまくですね、こうコロナワクチンが本当に安心に打てる場所ではなるべく打てるようにするっていうことがすごく重要なんではないかという風にも言われております。で、最後にですね、日経平均株価の一目均衡表のチャートもね、確認しておきたいと思うんですけども、えー、今この状態だと最悪逆転が達成されているという感じです になっていますで、今後の注目点としては、もうすでに雲を割れてしまっているので、えこう上がってきたところで、雲をねえ、レジスタンスになって、また下がってしまうのかっていうところですね。ここ注目してみてください。早めに雲の中に入ってくればね、まあ、前回もね、一旦雲一瞬割れてますけども、すぐに戻しているというところなので、まあ、数日以内に雲に戻せばですね、最悪逆転は、まあ騙しちゃったんじゃないかみたいな感じでも見れるとは思うんですけども、逆にレジスタンスになって下がってしまうと、やっぱり雲を意識されちゃってるよねっていうところで、最悪逆転後に、まあ、ずるずる下げていくっていう 可能性が高いいかなと思いますでそうすると、まあ、この辺のね、安値とか割れてくると、ずらっと一気にね、下がっていくってことも可能性としてはありますので、要注意として押さえておいてください。で、加えてですね、もうすでに5月31日に雲がねじれているんですよね。これは変化日と呼ばれていて、まあ、トレンドの転換、まあ、もしくは、ね、加速が起こるというふうに言われてますので、まあ、ちょっと5月末ぐらい、決算発表ラッシュの後ですね、まあ、どういうふうに動くのか注目をしていただければと思います。 ということで、2の動画のまとめになっております。まず、日米でのパフォーマンスの差が大きいのは、コロナワクチンの差が大きいんじゃないか。〇〇〇っていうのはワクチンでした。はい。で、ただでさえ遅れている日本のワクチンにですね、アストラゼネカ製ワクチンの、に懸念があるということですね。血栓が見つかったりとか、ヨーロッパでは使わない国が出てきたりとか、そういうことが起こるとですね、日本でもアストラゼネカ製のワクチン使わない方がいいんじゃないみたいな話が出てくるということですね。まあ、そのためにですね、日米首脳会談後にですね、まあ、ファイザーに電話交渉をしたわけですけども、 そこは口約束レベルらしくてですね、まだはっきりとはせずというところで、やっぱりワクチンの懸念というのが、はあ、ここになってね、えー、すごく懸念されたんではないかというところが、まあ、あいの仮説かなというふうに思っております。で、一目均衡表を見ましたけども、最悪逆転が発生していると。ただ、先物見るとね、今日はさすがに戻すというところなんですが、えー、そこが雲がね、レジスタンスになってしまうのかというところに、今今日以降注目をしていただければなと思います。 では、指数の今後の売買戦略、冷やしの一目均衡表で見ていきましょう。先ほどの日経平均株価は見ていただきましたが、雲がレジスタンスになるかどうか、変化日が5月31日になるよというところ、押さえておいていただければと思います。トピックスに見てみましょう。トピックスはですね、まだ実は雲をね、割り込んでいないんですよね。で、今日はね、ま、さすがに反発するんじゃないかなというふうに思うんですが、雲で止まるのかどうなのか注目をしていただければなと思います。ただ、その他の逆転は起こってますから、要注意としては押さえておいてください。で、変化日がね、今のところ6月1日に来そうだなっていうぐらい ですかね、えー、なんで、まあ、同じぐらいですかね。タイミングとしては押さえておいてください。まずーズ行きましょう。マザーズはですね、地高スパンを割り込んだというところで、ここですね。えー、これはまあ、一つの売りサインということになります。まあ、ただし、まあ、雲を割り込んでいない。あとは基準線も割り込んでいないというところで、まあ、この辺を維持してくれればですね、また一旦のちょっとした反発から、まあ、こっちの高値を伺っていく展開になるのかな、なんてことは期待したいところかなと思います。ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウに関しましては強かったですね。結局、転換線が効いてるんじゃないかなと思います。未だね、えー、アメリカ と日本の格差はかなりついているという感じです。で、3度見てましょう。転換線が効いているというところで、やっぱりこれもね、ワクチンの差なのかなというふうに思います。えー、最後、ナスタックです。えー、ナスタックは転換線またね、復帰していきますから、えー、転換線を維持できるか注目をしていただければなと思います。では、今日の動画のまとめになっております。日本株、産指数大幅安ということでね、かなり大きな下げでした。皆さんね、リスク管理しっかりとしていきましょうね。ただ、まあ、アメリカ株が反発しているというところで、先物はね、えー、今日、今のところ上がって始まりそうというところが伺えるかなと思います。 で、日本が弱いのはおそらくワクチンの影響が結構あるんじゃないかなと思います。これだけではもちろんないんですよ。これだけで暴落が起きてるってわけではないと思うんですが、まあ、この影響は結構大きいよねっていうところをぜひ押さえておいてください。で、しかもアストラゼネカのワクチンが使えないかもしれないっていうところがね、やっぱりここが懸念されていると。で、急いでファイザー以来も本当に来るのかは微妙だよねっていうね、えー、そういうところ、ちゃんと本当に来るね。本当に国民全員分のワクチンがちゃんとね、供給されていくよね。で、供給されてもちゃんとワクチンが打てるようになりそうだよね。 ま、その辺まで確認できないとですね、やっぱりコロナの安心感っていうのはなかなか出てこないのかなというふうに感じました。で、最後ですね、日本株は雲と株価に注目というところで、日経平均株価は雲を割り込んでいたわけですが、トピックスやマザーズはですね、雲をなんとか維持しているわけですよね。えー、なんで、雲を割り込んでしまったらちょっとやっぱりまずいなっていうそんな感じがしております。一方、アメリカ株はですね、強いですよね。えー、一番短期の線、転換線の上にいるというところですから、まあ、転換線と株価に注目をしていただければと思います。では今日もお知らせを入れさせてくだ 浅い個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。で、今週はですね。あえてちょっとオリエンタルランド。 をちょっと買い時をね、ちょっと探ってみたいなと思って調べている感じでございます。まあ企業価値がどうこうもそうなんですけども、まあこの辺で止まるんじゃないか、で、理由はこんな感じだよみたいな話を、ちょっといつもと違う方向性からね、探ってみたいなと思ってますので、今週金曜日に配信していきますので、ぜひご覧になってみてください。月額制円、初月無料。よかったら概要欄のリンクの方をご覧ください。そして、えー、昨日もお知らせしましたが、5月15日にサンワード貿易主催のセミナーに登壇する予定がございます。 え、参加費は無料になっておりますので、浜松町5月15日、14時開園、ここに時間の合う方はですね、ぜひご覧いただければなというふうに思っております。こちらも概要欄のリンクありますので、よかったら見てみてください。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。コロナワクチンね、本当に心配ですし、何よりもね、株価がね、本当に心配ですけども、今日は一旦反発がありそうだというところでどれぐらい戻るのか、しっかりとね、今日最後確認していただければと思います。今日の中でも少しでも参考になれば、グッドボタンの方、また明日以降もね、最新の状況を取り上げた上でのテクニ ンル分析おお伝えしししてていいいいきたたと思っまますすのので、えー、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますちなみに今日はね、またこの別部屋で撮っております。ちびちゃんが5時、えー、ちょうどぐらいにもう起きてしまってですね、なかなか、えー、そうなってしまうと撮影どころがこんな感じになってしまいますので、えーまあねあの、声が入ってもいいと言っていただいてはいるんですけども、さすがに最近はですねもう、もう暴れん坊将軍みたいになってきますからね、えー、この辺ご了承いただければ嬉しいなと思っております。ということで、また明日もよろしくお願いします。さよなら。